こんにちは。ここが知りたい不動産の時間です。今回も皆さんからの不動産に関する質問にお答えします。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表取締役の倉橋孝之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も CF ネッツ鎌倉本店からお送りしていきます。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りします。今回も皆さんからたくさんの質問が寄せられています。その中から今回はこちらのご質問です。横浜市中区にお住まいのペンネームノムさんからです。 CF ネッツさんの本社は大船にあるとのことですが、横浜や三崎に支店などはないのでしょうかとのことですが、倉橋さん支店というと、いや実はね、はい、皆さん知らないかもしれないけど、はい、いっぱいあったんだようちの会社。そうなんですね、うん、ここに来る前はさ、まあ、困難台にあったよね、はい、でその他に、まあ、京急富岡にもあったし、はい、今残してるけど新杉田の駅前のね、はい、まあ、16本線沿いのところにさ、大きな看板あるけども、はい、まあ、店はちっちゃいんだよそこがね CF ネッツの、まあ、横浜の支社になっていて、はい、であとはね港未来地区にも一つあったし、うん、ね東京ではさ新宿に2カ所あったし、はい、南青山にも一つあったし、あとは銀座にもあったのね、はい、でよくよく考えてみたらさ実際いらないなって気がするんでそんなに支店はいらない、 いらない。それどうしてそう思われたんでしょうか。それぞれサービスが別々になっちゃうじゃん。あ、なるほど、ね、分散していくということですか。高満台も、はい、要するに、まあ、110坪ぐらいの広さの面積でね、最終的になってたところで、はい、まあ、今回大船にして220坪ぐらいあるのね、はい、でこの中にさ全部専門家の人たちを盛り込んじゃった方がお客さんの来る要望にはさ全部答えられるわけじゃん。なるほど。もう設計士もいれば、ね、弁護士もいる、税理士もいる、不動産鑑定士もいる、はい、まあ、当然だけど不動産の、ね、取引の専門家もいる、賃貸もできる、プロパティマネジメントっていう賃貸管理もできる、はい、全部ここにいた方が、ね、例えば会議中に何とかってああちょっとお前下からおい今から、ね、来いっちば上がってくりゃ話できるわけだし、はい、と視点が分かれてるとさまた次回になっちゃうじゃん。そうですよね。お客さんもまた来なければいけないですもんね。そうでピンポイントでね要するに、相談にさ乗れるわけだよ、はい、でそうすると、ね、お客さんちょっとさ近場にあった方がいいと思うかもしれないけど実はこっちの方が便利なの。一回行っても全てのアドバイスを受けられるということですもんね、うん、だから例えばね本当に今うちのお客さんでさ、はい、ね、ね、お孫さんが来てお父さんお母さんが来て、はい、でおばあちゃんの相続やってるなんてさ、あ、もう3代、ね、なるほど、うん、ちょっといろんな問題が出てきますもんね。相続問題でしたりで住宅なんかもさ、はい、ね、結局ほら、相談に最近はね来るようになってさ、はい、宅地建物取引業法っていう法律があって、はい、要するに売買の仲介は手数料って決まってるわけ。手数料だけしか取れない、取れないということですか。だから我々みたいにコンサルをして、はい、その後に、ね、住宅を買っていただいても、はい、普通の不動産屋さんと同じ金額。あ、そうなんですね。そうだからお客さんからするとそこにコンサルしてもらえたっていうプラスの得があるっていうことですよね。だから例えばね、法律紛争が起きればさ、はい、まあ、うちの弁護士が、ね、一緒になって、まあ、その時は、ね、弁護士手数料がかかるかもしれないけど要するに、まあ、うちのお客さんだから、まあ、そうね、普通の弁護士よりひょっとしたら安いかもしれないし、ね、なるほど。そんな個別相談に関してこんなご質問もいただいておりました、はい、不動産の存続問題に関して横浜市磯子区にお住まいのペンネームともりんさんからは個別相談お願いしたいんですが相談料1時間単位でおいくらでしょうかとじゃあ個別相談は今不動産投資土地有効活用相続対策事業継承保険の見直し賃貸管理そしてトラブル処理空室対策など不動産に関わるさまざまな問題を CF ネッツでは弁護士税理士不動産鑑定士建築士などの専門家と不動産のプロが個別相談を行っております。お問い合わせは D ダイヤル 0120-177-213 まで。おいくらで昔ね、はい、昔ね2時間でさ1万5000円取ったの、はい、1回目は個別相談ただあ
そう、初回はいつでも最初に電話で予約をしてということですね。そう、ごめんね。そう、あのね、うちはほらコンサル会社なんで、はい、年がら年中人が来るってことないのね。だからある意味ではあの事前に予約をしていただいて、どういうご相談をしたいかいう時に、はい、こちら側の専門家を全部用意するから。なるほど、うん、だから逆に言うとあの効率よくね、その場で、ね、1時間か2時間であの結論を出すっていう。なるほど、うん、それはもう素晴らしいですよ。そうですよね、うん、1回来たらここに全ての方がいるっていうのは、そうそう、なかなかそういう場ってないですもん ね、うん、これね、5月のね、はい、27日の日曜日ね、はい、CF ネッツ不動産戦略フェアってやるんだよ。フェア、うん、不動産戦略フェアというとどんな内容なんでしょうか。新横浜プリンスホテルを、ね、はい、の中で、結構広い会場で、はい、でこの日にね、あの、まあ、僕も一番最初に冒頭でセミナーやるし、はい、いろんなセミナーを4カ所でやるのよ、はい、でそれをもうあの好きなバージョンを自由に調合できて、あ、選んで聞くことができると。 それでさらに個別相談のブースがあるし、はい、だから当然弁護士とか税理士とか、あ、ね、不動産鑑定士とかもう、うちの皆さんがいらっしゃってると、うん、総出で行くし、はい、あとは不動産投資の物件なんかも要するに、見れるようになってるし。あ、そうなんですね。あとは建築関係のね、部材だとか、 あとは特にね、金融機関も来るから。あ、例えば自分が住宅を買うときに、ね、はい、ローンどのくらい組めるのか一番気になるところですよね。もう誰でも行ける、予約は必要なんでしょうか。いや、予約はね、あの事前に申し込みいただかないといけなくて、はい、なで去年もね、一応800人で内埋めにしちゃったから、はい、もうすでに、ね、200人超えてる人たちが申し込みに入ってきてるの で、ね、まあ、この番組を放送される方にはさ、また増えてきてるから、まあね、あのなるべく早くあのご希望の方はね、はい、申し込み入れといていただいた方がいいんじゃないかなと、はい。ここが知りたい不動産では、不動産に関する質問をお寄せくださった方の中から抽選で10名様に倉橋さんの著書をプレゼントしています。倉橋さん、今回はどちらの著書でしょうか。はい、ちょっとね、僕の本じゃないんだけどさ、はい、まあ、旬なところでこの、ね、うちの副社長の山内信也君が書いてるね、はい、まあ、不動産投資の真実っていう、はい、あ、新刊ですね。新刊、はい、でこれをね、ぜひ読んでいただいて、まあ、これあのいろんな不動産投資、ね、はい、の比較なんかもいろいろ書いてあって、あ、まあ、比較的勉強になるので、まあ、ぜひこれを、ね、読んでいただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、CF ネッツでは倉橋さんをはじめ不動産コンサルタントによる個別相談を行っています。不動産に関すること、住宅から資産活用、相続対策まで幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。次回も皆様の質問にお答えしていきます。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング、 CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産は FM 横浜 TVK とも連動しています。合わせてご覧ください。 CF ネッツグループには弁護士、税理士、不動産鑑定士などの相続の専門家がおります。それは皆様の大切な財産をしっかりと継承させることに必要不可欠だからです。まずは個別相談から。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-177-213 0120-177-213 まで。